Z30 は、ドイツ海軍の駆逐艦。1936A 型。1940年4月15日気候。同年12月8日浸水。1941年11月15日収益。1942年1月14日、潜水艦 U216 と衝突。3月、駆逐艦 Z24、Z26 などとともに、 従巡洋艦アドミラルヒッパーを護衛して、トロンハイムへ向かった。6月、p 9 7戦艦攻撃作戦に参加。9月4日から、駆逐艦、リハルトバイゼン、Z29 と共に、カラ海峡での機雷不設作戦に、10時、24日からは、従巡洋艦アドミラルヒッパー、駆逐艦3隻と共に、ノバヤゼムリア沿岸への機雷不設作戦に従事した。 10月、駆逐艦、リハルト・バイチェン、フリードリヒ・エッコルド、Z27 と共に、8階入り口へ機雷を伏せした。11月5日、従順洋艦アドミラルヒッパー、駆逐艦、リハルト・バイチェン、フリードリヒ・エッコルド、Z27 と共にカーフィオルドから出撃。11月9日に、アルタ・フィオルドに帰還するまでに、Z27 が、ソ連船2隻を沈めた。 12月、連合国の JW51 バイト船団に対する攻撃作戦である霊言暴言作戦に参加した。1943年2月、駆逐艦、リヒャルトバイチェン、Z29 と共に、重巡洋艦アドミラルヒッパーと軽巡洋艦ケルンを護衛して、ノルウェー北部を離れ、ドイツに戻った。修理後、6月には、北海で、設に従事し、 9月には、戦艦、ティルピッツ、巡洋戦艦、シャルンホルストなどと共に、スピッツベルゲン島攻撃に参加した。この際、Z30 は被弾し、戦死者3名を出した。12月、巡洋戦艦、シャルンホルストなどと共に出撃し、JW55 バイト戦団の攻撃に向かったが、北岬崎沖海戦でシャルンホルストは撃沈され、作戦は失敗に終わった。 1944年10月20日、戦団護衛中にオスルフィヨルド入り口で食らいし、損傷した。修理のため2月26日にオスロでドック入りしたが、修理は戦争終結時にも完了していなかった。戦後イギリスに引き渡された。ありがとうございます。